どうもハローチューブでーす。はい、皆さんお久しぶりです。実はですね、私3月中旬から愛媛に帰っておりまして、今日はなんと宇和島市来ております。僕宇和島、愛媛ずっと住んでるんですけど初めて来ました。で、今日は何しに来たかというと、こちらですね、ホープさん、水野さんが代表のホープさんにやってまいりました。ではちょっとホープさんのですね、ジムの中を紹介していきたいと思います。はい、じゃあここですね、まず1階フロアですね。ここは体操教室、シルバーの方ですね、年配の方ですけど、体操教室とか、あとはパーソナルトレーニングで使っています。で、すごい綺麗ですね。やっぱストレッチポールとか、まあ、体操よく使うやつで使われてるみたいです。まあ、ここだけでもですね、十分もう格闘技の練習とかもできそうなぐらいスペースあるんですけど、まずホープさんの1階、ここですね。はい、でですね、1階の方、こっちにはですね、サンドバッグも通してまして、女性専用のですね、パーソナルもこちらでされているようですので、ぜひ女性の方、シルバーの方、ぜひですね、こちらホープのですね、1階で一緒にトレーニングしてみてください。はい、じゃあ続きましてですね、2階に行ってみましょう。はいはい、じゃあこの階段からですね、2階の方に行ってみたいと思います。はい、こちら看板、営業時間書いております。はい、なんとこちらもすぐ見えるこのケージ、すごいですね。愛媛でケージがあるジムってないんですよね。僕はフルケージで練習したことないですね、そういえば。で、奥の方も、まあ、これいいですよね、このカフェレース。こっちは結構総合の練習とかやるようですかね。結構総合の練習やりやすいと思います。すごくここケージの方にも入ってみたいと思います。いいですね、これすごいですね。にゃーみたいな。そしてこちらですね、柔道のメダルたくさんありますね、トロフィー。これは柔道新人王のゴールデングローブですね、宇田選手。はい、宇田くんがここでいっぱい練習してたんだと思いますね。もうで、こちら、はい、こちらはですね、筋トレの器具とかランニングマシンとかマットスペース、こっちだいぶ広いですね。サンドバッグ4機めちゃくちゃいいですねこれは広いですね。こっちはキックボクシングとかですよね。はい、同時に何ですか、2フロアでレッスンされるので、これめちゃくちゃいいと思います。はい、宇和島の方ですね、まあ、ちょっと離れててもぜひホームこちらで練習してみてください。はい、今日はですね、こちらのホームさんで1日練習とか見たりさせたりしていきたいと思います。また後で報告します。行ってみましょう。はい、ということでですね、今日は、ホームさんでもうがっつり練習させてもらいました。やっぱ広くてですね、綺麗だし、みんないい選手、プロシューターの選手とか強い選手とかいっぱいいて、すごくいい練習できました。ありがとうございました。皆さんぜひ宇和島お住まいの方はぜひホープさん入ってください。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。